首都圏連続不審死事件は2007年から2009年にかけて発生した天才結婚詐欺師によってたぶらかされた男たちが金を貢いだ末に命を奪われた事件である。犯人の名は木島かなえ。この事件が後世にも語り継がれるほど注目されたのは、失礼な言い方になるが、一般的な感覚で容姿にそれほど恵まれていないと思われる木島がこれほどの数の男たちを手玉に取り惑わしていたという点である。世間は木島の顔写真が公開されるや否や、この女性が結婚詐欺師と目を疑った。しかし結果だけ見れば、多くの男性が木島に心を奪われお金を貢いだという事実は明らかで、天才結婚詐欺師であることは疑いの余地はない。事件の凶悪さはひとまず置いておいて、その能力に世間は大いに注目した。令和になった今でもいろんな意味で話題になり、ある意味伝説となってしまっているため、忘れられることはない凶悪犯罪者である。一連の事件が発覚したのは2009年8月6日、埼玉県富士見市の駐車場内にあった車内にて、会社員の男性が遺体で発見されたことがきっかけである。死因は練炭による一酸化炭素中毒であったが、自ら命を絶ったにしては不審な点が多かったことから、事件性が疑われ、埼玉県警の捜査が始まった。男性の交友関係を調べてみると、交際していた女性がいたことが判明。その人物こそ木島かなえであった。木島かなえの身辺を洗ってみると、木島には他にも多数の愛人がおり、その愛人の何人かも不審死を遂げていることが分かった。埼玉県警は木島かなえが結婚を装った詐欺を行い、彼らの命を次々に奪っていったと断定。事件発覚から約2ヶ月後に木島かなえを詐欺の容疑で逮捕した。そして木島の毒牙にかかったであろう男を調べてみると、出るわ出るわで何人もの男が死に間際に木島に大金を渡した後に不審死を遂げていた。彼らは木島に結婚をほのめかされ、結果的に大金を注ぎ込んでいた。被害者の年齢層も41歳から80歳と幅広い。命を奪うまでいかなくとも、詐欺、詐欺未遂、窃盗まで合わせると途方もない数の人間が被害に遭っていた。2010年1月までに木島かなえは7度に及ぶ詐欺などの容疑で再逮捕されている。警察は詐欺と不審死の関連について慎重に捜査を継続し、約1ヶ月後に木島かなえはようやく人の命を奪った罪で起訴された。被害者男性の遺体は当時は自決と断定されて解剖されていない例もあり、死因に関する資料が乏しい中での極めて異例の立件となった。木島かなえの第一審の刑事裁判は埼玉地方裁判所において、全訴追事案について併合審理となり、裁判員裁判としては約100日間にわたる長期裁判となった。木島は一貫して無罪を主張したが、裁判所は検察側の主張を全面的に認め、木島かなえに対し求刑通り死刑を言い渡した。木島かなえは即日控訴。控訴審でも死刑判決は覆らず、最高裁判所にまで上告するが棄却され、決審し死刑が確定。これにより木島は戦後15人目の女性死刑囚となり、同時に史上初の第一審裁判員裁判による女性死刑囚にもなった。そもそも木島かなえというのはどういう人物なのか。木島かなえは1974年11月27日北海道東部の中標津町生まれ。小学校に入学してすぐに隣の別海町に引っ越した。祖父は司法書士で町議会議長を務めたほどの名士。父親は行政書士で母親はピアノの講師。木島は4人兄弟の長女で、下に弟と2人の妹がいる。
平たく言うとエリート一家のお嬢様である。近隣住民によるとかなえちゃんは下の子たちの面倒をよく見ていました。子供の頃からふくっと太っていたから、お母さんが食事に気を使って他の兄弟よりちょっとずつわからないようにかなえちゃんの分を減らしていたって聞いています。子供思いの両親でしっかりとした家族ですから、裁判での発言に本当にびっくりしていますと話した。木島は学生時代の学業成績も優秀、当時を知る者によるとすごく頭が良くて、小学校の時にすでに中学や高校の問題をやっていたと思う。だからかな、先生のことをバカにするような態度を取ることもあったし、人の輪から外れるところもあったとのこと。どちらかといえば地味で目立たないタイプだったという。しかし中学3年生頃から木島に変な噂が立ち始める。それは援助交際をしているのではないかという噂であった。というのも、町で中年の男と一緒にいる木島を見た同級生がちらほら出現したのだ。高校に入学してもそういった噂は絶えず、というか噂はそもそも事実で、木島と仲が良かった同級生は木島に、私この人と付き合ってるんだと言って彼氏の写真を見せられたのであるが、その人物はどう見てもハゲた40代のおじさんだった。実際木島は後半の中で高校2年生の時に40代の男性と初体験を済ませたことを証言。そしてこの交際男性に指示されて、知り合いの家から通帳と印鑑を持ち出し800万円の窃盗に協力。事件の共犯として保護観察処分を受けていたことも後半で明らかになった。優等生だった木島はそれから悪行を重ねるようになり、万引きやネットオークション詐欺にも手を染めることになる。そしてその悪事はどんどんエスカレートしていき、今回の事件にまでつながってしまった。木島は数々の男を惑わしてきたのであるが、その男性感も独特で、19歳で初めて愛人契約を男性と結び、一般の女性とは違う性的な行為での異なった世界を男性に与えることができると分かり、性の奥義を極めたいと思うに至り、受け取る額も付き合う男性もクラスが上がるようになった。男性に癒しや活力を与えることが自分では仕事と感じるようになり、一般の女性にできないことなら受け取る報酬は正当で当然と思うようになったなど、自分には特別な性的魅力があり、そのために男性からお金を受け取るのが当然で、金銭を騙し取ることに罪悪感はなかったと裁判で主張。そしてテクニックが特別秀でているわけではなく、私は名器と断言するほど本来持っている機能が高いなどと自分自身を評価している。実績が伴っている以上、木島の言葉は絶対的な説得力があり、それは罪が確定した後にも発揮されている。木島は週刊中においても3度の獄中結婚を繰り返しているのだ。3度目に結婚した週刊誌のデスクの男は木島の印象を、だいぶシュッとした印象、目元はチャーミングだと感じていますと証言。妻である木島のことを何と呼んでいるかと聞かれると、内緒にしておきますかっこ笑いとおのろけている。そもそもなぜ結婚したのかというと、取材者と非取材者の関係を超えて思いが募り、相手をもっと知りたいと思った時に手段として結婚の形を取る方向に傾いていったとのこと。結婚に後悔はないという。しかもこの男性もともと妻子持ちで、木島と結婚するために離婚していたのである。木島もこの男と結婚する前は違う男性と獄中結婚をしていたため、ダブル略奪愛ということになる。ここまですごいと犯罪者ながらその能力に関しては感服せざるを得ない。犯罪者は
得てして天才的な能力を持っていることがあるが、木島もその類であろう。ここまで人を魅了できる技術は、誰もが喉から手が出るほど欲しがる能力ではないか。いずれ死刑が執行されるはずであるが、その時にまた話題に上がるであろう。木島とよく似た犯罪者として、鳥取連続不審死事件の犯人上田美幸がいる。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ比較してみてほしい。人の命を奪った事実は絶対に許してはならないが、いろんな意味で衝撃的な事件および犯人である。